参政党愛知県第9区国政改革員プロボクサーの村井貴弘と申します。まずこの参政党オレンジ色大々色が目印の参政党、皆さんこの参政党名前だけでもいいのでぜひ覚えて帰ってください。今の政治の在り方を変えていきたい、今の日本を変えたい、そして今の政治をより良くしていきたい、日本をより良くしていきたい、そう思い立ち上がった政党になります。参政党はまだ新しい政党ではありますけど、今では全国でどん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 今大きくなっていって広がっていってます。2020年に結成され、2022年に国会議員が登場し、今では140名以上の議員が登場しました。そしてこの愛知の地でも10名の議員が登場しました。そして次の衆議院選挙、衆議院選挙でも候補者が100人を超えています。そして参政党は今までの政治のあり方を根本から変えていこうと思い、名前の通り国民が政治に参加すると書いて参政党です。国民のための国民による政治を今参政党は作っていってます。党員も現在では全国で10万人以上の党員がいます。普通の人たちが思い一つで集まった政党になります。そして我々こうやって前で立って話してる人たちも普通の人たちが思い一つで勇気を持って皆さん立ち上がって、そこから皆さん政治家になって皆さんの声を代弁して国に市に伝えていってます。根本から根っこから変えていこう、そう思った、そう思い日本をより良くしていこう、そういった政党になります。そして参政党は我々世代ではなくて、我々の子供たち、そして孫たち、そしてこれから生まれてくる子供たちに素晴らしい日本を残す、そういった理念を掲げてます。そして3つの政策があります。1つ目が教育です。2つ目が食と健康、3つ目が国守りです。この参政党は3つの政策を掲げ、子供や孫に素晴らしい日本を残す、そういった理念を掲げて前進させてもらってます。参政党ぜひ名前だけでもいいので覚えていってください。そして私はまず私のことをお話しさせていただきます。私は今ここに立って皆さんの前でお話をさせていただいているのも、プロボクサーとして活動しているのも全て意味があります。私は育ってきた環境が複雑で、2つ上の兄は父親が違う、弟2人がいるんですけど弟2人とは母親が違う、両親は生まれてすぐ離婚、私はそういった環境で育ってきました。そして物心ついた時からずっと、なんで生きてんだろう、たらどうなるんだろう、そんなことを思いながら生きていました。ただそんな自分が嫌で、15歳の時、中学3年生の時にボクシングを始めました。そしてその時のジムの、当時のジムの会長に、17歳になったらお前なれるからなってみろと
言われたのがきっかけで、ボクシングというスポーツを真剣に取り組みました。そして私は17歳でプロボクサーになり、リングの上の高揚感、そして人に応援される喜び、人に必要とされる喜び、そういったものを人生で初めて知れたんです。そして自分自身を変え、自分自身を変えることができて、そして小さな成功体験を積むことによって、自分自身に自信を持て、自分のやってることに誇りを持ち、そして責任を持てるようになったんです。ちっちゃい成功体験を積むことによって、より多くの人に応援もしてもらい、いろんな人に支えてもらい、僕は今ここに立ってます。夢や目標を持って自分を変えることができたんです。ただ夢を求めれば求めるほど、プロボクサーを一度引退しないといけない状況に追い込まれました。18歳で西日本新人王、22歳の時に日本ランキング、そして次は日本チャンピオン、世界チャンピオンになろうって、結果を出そうって、結果を求めれば求めるほど勝たないといけない、自立しないといけない、お金を稼がないといけない、周りが見えなくなりました。プレッシャーに押しつぶされて、2017年の8月に練習中に理性が飛び、ヘビ応答で手と足を複数される入院を経験しました。その時はベッドの上で一生過ごすんだと思ったし、本気でだと思いました。ただその時に私は幼少期の時ずっと母親の愛情を感じることができませんでした。ただ自分が入院をしてそうなってしまった時に、そうなった時に母親が誰よりも僕を信じてくれました。誰よりも僕をずっと見守ってくれて、誰よりも信じてくれて、その時に初めて母親の愛情を受け取ることができました。母親がいたからこそ僕は今ここに存在できているんだと、そう思っています。そしてその時に自分の中に根拠のない自信が生まれて、俺は世の中を変えていくんだ、そう漠然と思いました。そしてプロボクサーを一度引退して、このままではいけない、何かを変えないといけない、世の中を変えるとか自分は言えてるけど、どうしていったらいいんだ、自分は社会に出たことがありませんでした。地元の大阪ではみんなにチヤホヤされ、ハングリー精神がないな、ハングリー精神を鍛えないといけない、一度社会に出ないといけない、そう思い環境を変え、全てをリセットして環境を変え、就職で大阪から愛知の地に来させていただきました。そして大阪から愛知の地に来させていただき、オープンハウスという会社に就職で来させていただきました。そしてそのオープンハウスという会社では営業の仕事をずっとさせていただいたんですけど、私は26歳までずっとボクシングしかやってきていません。ずっとボクシングしかやってきておりませんでした。最初はまともに敬語も話せず、
パソコンすらも触れませんでした。パソコンなんかもう電源のボタンの電源ボタンの押し方からスタートです。社内中にプロボクサーはやっぱりバカなんだな、そういうレッテルを貼られました。私自身ボクシングでスーパースターには向いてないんですけど、結果を出してきたっていう自負はあるし、ボクシングでずっとやってきたっていうプライドも持ってました。プライドがすごいズタズタにされたというか、鼻をへし折られたというか、ボクシングで17でプロになって26歳までトータル10年以上ボクシングをやってきて、自分がやってきたボクシングって何か意味があったかな、ボクさん、お、そう思い来させていただいたんです。そしてプロボクサーのプライド、負けたくないって数字で見返したろって、そう思い業務に真剣に取り組みました。オープンハウスは数字さえすれば役職が上がる会社だったんで、だったら数字で見返したろと、そう思い真剣に取り組み、私は全国で営業成績1番を獲得しました。入社して11ヶ月目でマネージャーにもならせていただきました。でも通用するんだ、自信もつきました。ただ数字をやればやるほど自分の中にすごい虚無感というものが生まれてきたんです。私は17歳でプロボクサーになり、あのリングの上の高揚感を知り、人に無償で応援される喜び、そういったものを知ったんです。やっぱりそれと比べてしまうんです。人に無償で応援されることって社会に出るともうないんだな、そう思うと自分の中に虚無感というかプロボクサーの未練がすごい出てきて、プロボクサーに復帰しないと次に進めない、そう思いプロボクサーに復帰することを決心します。その時も地元の大阪で応援してくれてた人たち、そしてオープンハウスで出会った人たち、そしてプロボクサーに復帰しようと思って出会った人たち、皆さんに背中を押してもらい、皆さんに応援をしてもらい、プロボクサーに復帰することを決心しました。そしてプロボクサーに復帰を決心した時に、地元の大阪から選挙のオファーをいただいたことがきっかけで、こうやって政治に関心を持ち興味を持つようになりました。地元の大阪で選挙のオファーをいただいた時はプロボクサーに復帰しようと思った時だったし、目の前の声かけてもらった政治家さんに対して魅力を感じませんでした。村井君、政治で世の中を変えるなんて無理だよ、はっきり言われました。その代わり言うこと聞いてたら選挙には通るよ、そう言われた時に、こういう人が政治家をしてるから、だから世の中変わんないんじゃないかな、そう思ったんです。だったらまず自分が力をつけて、そしてそこからそれがきっかけで選挙、政治に興味を持ち関心を持つようになり、勉強を始めました。そして今年の6月にこの参政党の代表神谷宗平さんのお話を聞いた時に純粋に感銘を受けました。この人の言ってることとやってることの一貫性、誰よりもあるな、私も覚悟を持って戦ってるつもりでいたんですけど、私以上に覚悟を持っているな、俺以上に信念を持っているな、
お前もっと戦えよって、お前もっとできるでしょ、そう言われてるような感じでした。そしてこの参政党、この参政党だったら今の政治のあり方が変わっていくんじゃないかな、そう思い私は立ち上がらせていただきました。そして私がこうやって皆さんの前で立ち上がって一番やっていきたいこと、一番やっていきたいことは、難しい政策とかもそうですけど、まずは皆さんに政治に対して関心を持ってもらうこと、まずはそこなんじゃないかなと思っています。今の選挙の投票率 50% で半分の方が選挙に行ってないんです。まず半分の方が政治に少しでもいいから興味を持って関心を持って選挙に行ってもらうこと、今の政治家さんが恐れてるのはそれなんです。関心ない人たち、興味がない人たちがちょっとでも政治に関心を持って興味を持って選挙に行くことで世の中は一瞬でひっくり返る、私は思ってます。我々が政治に関心がないと、関心がないと同時に政治家さんも我々国民に対して関心がないです。だったら政治家さんも自分に投票してくれる人たち、関心が持ってくれてる人たち、その人たちの都合のいいような政策しか掲げないんです。今それが行き過ぎて今のこの世の中の状態になってる、私は思ってます。日本は失われた30年と言われています。そして失われた40年に突入したと言われています。私はこうやって政治活動もやるのもそうですけど、現役のプロボクサーとしても活動させてもらってます。そして現役のプロボクサーとして活動することで、普通に政治をするよりもプロボクサーがなんで政治をやってるの、一人でも多くの人たちに興味を持ってもらえるんです。間口を広げることができるんです。政治で一生懸命伝えるのもそうですけど、政治は楽しいもんだよ、政治って面白いもんなんだよ、その間口を広げるために僕はプロボクサーとしても全力でやっていくし、プロボクサーで全力でやることによって村井隆弘としても覚えてもらって、参政党も知ってもらって、皆さんに政治に少しでもいいから興味を持ってもらい、まずは選挙に行ってもらいたいです。そして政治に少しでも関心を持ってもらい、政治ってどういうもんなんだろう、興味を持ってもらって、まずは投票に行ってほしい。僕はそれを訴え続けます、伝え続けます。皆さんと一緒に、皆さん国民の一人一人、皆さんと一緒に力を合わせてやっていきたいです。一人の意識が変われば周りが変わるんです。周りが変われば地域が変わるんです。地域が変われば社会が変わるんです。社会が変われば日本が変わっていくんです。そしてこの愛知の力、皆さんの手で、皆さんの力で日本を活気のあるものに取り戻していきましょう。そして世界に発信していきましょう。